えー、皆さんこんにちは、えー、今日は村岡哲也弁護士の誤り濁政主義ということでお話ししようと思います、えー、こちらの、えー、代表者変更登記と請求事件、えー、において、えー、村岡弁護士が作成された原告第一準備書面、えー、こちらは、えー、令和5年10月10日付の書面になります えー、こちらの6ページ目に、えー、このような、えー、文章があります。1、えー「仮に規約に辞任届の提出をもって辞任の効果が生じると規定されていれば被告の主張にも理由があるが規約にこうした規定は存在しておらず学生主義を否定する根拠はない」と書いてあるんですよね。 でえー、もう一つね、えー、12ページ目に、今度は丸2のね、文章があるんですよね。しかし、規約には代表の辞任について、書面による旨の様式行為を定めた規定はなく、意思表示は濁請が原則であり、委任契約の解除も様式行為ではない。というふうにまあ書いてあるんですよね。 でもこれ、えー、一体何を書いてるかっていうと、えー、だから被告側ですよね、えー、大津市側がの主張は、えー、書面でやってないから意思表示してないっていう、まあ、あの主張なんですよね。でそれに反論して、えー、村岡弁護士は、えー、まず一で、えーまあ、辞任について、まあえー、ここですよね「惰性主義」。 という言葉を使ってるんですねで学生主義を否定する根拠はないということは学生主義が正しいって言ってるんですよね。で学生主義を否定するしてるのは辞任届の提出が必要っていうまあ考え方な書面が必要っていう考え方なんですよね。だから、えー、そういう書面が提出っていうする 書面の提出が必要だという考え方被告の主張に対して村岡弁護士は「惰性主義という原則によって辞任の意思表示は書面なしで認められる」っていうことを書いているつまり口頭で言ったから辞任したことになるっていうことを今言っていることになります。でまあ丸にもまあ同じことなんですけど、えー、辞任は辞任は 様式行為ではない様式行為で解除まあここにまあ辞任も含まれるんで、えー、だから辞任は様式行為ではないつまり書面による必要はない意思表示は学生が原則だからその原則通り、えー、書面なしで成立するだから口頭で言ったから あなたは辞任してますよっていうことをまあ言ってる。まあ同じことをまあ、えー、法律用語を使って言ってるということになります。で、えー、この部分、えー、村上弁護士は二つの誤りを犯していることになります。一つ目の誤りは辞任について学生という言葉を使っていること自体が誤りになります。二つ目の誤りは学生と様式を 対義語として使っていることが誤りになります。まず一つ目の誤りについてお話しします。で、まあこの、えー、辞任について脱性っていう言葉をなんで使っちゃダメなのかっていうと、脱性という言葉はまあ脱性契約っていう言葉の前半なんですよね。えー、で、脱性の脱は承諾の脱、脱、え、性、ー、の性は成立の性になります。 つまり「惰性」とは承諾によって成立するっていう、えー、意味の言葉なんですよねで。ところで法律行為には3種類があるということになります。で、えー、3種類何かというと単独行為契約合同行為っていう、まあ、3種類になるんですよね。で、えー、このうちこの3種類のうち。 この3種類のうち真ん中の契約は、えー、申し込みと承諾という2つの意思表示が合致することによって成立するんですよねでこれに対して残る2つ単独行為と合同行為は、えー、承諾は不要なんですよねだから、えー、単独行為と合同行為について承諾という言葉を使うのは誤りになります で、えー、じゃあ辞任は何かっていうと辞任はこの単独行為なんですよね。従って辞任の成立について主張する文章で「惰、え、性、ー」つまり「承諾」からできた言葉「惰性」という言葉を使っていること自体が誤りということになります。では2つ目の誤りに行きます。 で、えー、村岡弁護士は、えー、学生と様式を、えー、対義語として使ってるんですよね。だから、村岡弁護士のお考えによると、書面が必要なのは様式行為である。書面による旨の様式行為って書いてあるから、書面にが必要なのを様式行為、様式である。で、それに対する、学生っていう言葉は、 書面が不要っていう言葉で使ってるということになります。これが村岡弁護士の考え。じゃあ、正しい意味は何か。えー、まず、様式っていう言葉の意味から。これ、様式っていうのは、様式の式は方式の式。要は必要のようなんで、方式が必要っていうね、まあ、隠式ばったことが必要ということになります。で、えー、この様式という言葉は、えー こっちの方は、えー、契約の場合以外にも使うんですよね。でまあ契約の場合は「様式契約」と「不様式契約」っていう、まあえー、言い方をするんですよね。で、えーまあ、法律行為全体について言う場合は「様式行為」「不様式行為と」とまあ、えーまあ、契約を含んで、えー、単独行為と合同行為。 についてまあだから法律行為全体について言う場合はまあまあどっちにしろ「えー、様式」っていうのは、えーまあ、方式が必要っていう意味なんですけどこの、えー、方式が必要な場合にも2種類あるんですよね。えー、まず1つ目の方式というのは意思表示自体に方式が必要、えー、な場合を言うんですよね。 例えば、えー、書面で契約が必要とか、ね、まあ、書面の中の公正証書で契約が必要とかまあ、そういう場合を、が、まあ、これに当たります。まあ、意思表示自体に方式が必要。と、もう一つ、意思表示の他に何らかの行為、物の引き渡しなどが必要。まあ、これは意思表示自体は、 ともかくそのなんか他のね、えー、行為が必要という形でそういうのを方式とい、えー、まあ呼んでるということになります。だから、えー、方式が必要っていう場合の方式には2種類があるっていうことになるんですよね。で、えー、今度は、えー、学生の方にいきます。でまあ、学生っていう言葉は 今度はこっちと違って契約のみについて使う言葉で惰性、えー、契約の反対は洋物契約なんですよね。惰性契約の反対は様式ではなく洋物になります。で、えー、じゃあこの用物契約とは何かっていうと合意のほかに一方当事者がものの引き渡しその他の給付をして 初めて成立すする契約とということになります、えーまあえー、要物、まあ、合意プラス物の引き渡し厳密には物の引き渡しその他の給付が必要ということになりますけど分、まああのーまあ、かりやすいように物の引き渡しと書いておりますだからまあこの要物の物は、まあ、物の引き渡しの物が必要合意のほかに ものが必要ということで用物っていうことになるんですよねまあこれに対して脱製、えー、っていう脱製契約を、えー、このこっちがなくていいから合意のみで成立する契約であるっていうことになりますで、えー、まあそれまあ私が言ってるだけで本間なのかっていうね、えー、そういう疑問も感じる方もいらっしゃると思います ので、えーまあ、文献をしお示しすると「えー、我が妻栄町債権閣論上官、えー、民法抗議51」っていう、まあ、この書籍があるんですよね。で、えー、これの、えー、51ページの第4、えー、ここですよね。「惰政契約、養物契約」 と書いて、えー、まあここ説明があって、えー、合意だけで成立する契約が「惰性契約で」で合意のほかに一方の当事者がものの引き渡しその他の給付をなすことを成立要件とする契約が「養物契約」。 ちょっと括弧内は、えー、除きます。陽物契約であるというふうにね、えー、まあはっきり書いてあるんですよね。というわけで、奪、え、争、ー、契約の対義語は陽物契約ということがまああのわかりいただけたかと思います。じゃあ、えー、まあで結局何が間違いかっていうと、例えば民法で、えー、書面によらなければならないと定められている契約は 書面という方式が必要合意自体に方式が必要なので様式契約ということになります書面が必要なのは様式契約、まあ、ここはね同じで、まあ、正しい意味なんですよねところが書面という形で合意のみで成立するからその民法で書面が必要と定められている契約は 特に物の引き渡しが必要と定められていない場合は学生契約になるんですよねだから惰性契約っていうのは合意のみで成立するその合意のみで成立するというのは例えば口頭の合意のみで成立する場合もあれば書面による合意のみで成立する場合もあって書面による合意のみで成立する場合はこの惰性契約なんですよね。 だから脱製契約には書面が必要な場合と不要な場合両方入るから書面が不要な場合という意味で脱製という言葉を使うのは誤りなんですよね書面が不要な契約はこの不要式契約になるんですよねだからこれは、えー、書面が不要な意思表示という意味で脱製という言葉を使っている というのは誤りということになりますというわけで、えー、村岡弁護士は濁性という言葉を二重に誤った意味で使っているということになりますまあ、このような、えー、誤った内容のまあ、準備書面を裁判所に出すのは、えー、まあ、まずいということになります、えー、ので、えー、村岡弁護士は準備書面を書かれたときは 裁判所に提出する前に法律の専門家である立花孝志氏にざっと読んでもらって、えー、チェックしてもらった方がいいというふうに思います。ではごご視聴ありがとうございました